村上文義君。村上文義君。おはようございます。生活の党の村上文義でございます。短い時間ではございますけれども、質問をさせていただきたいと思います。実は私は大阪の吹田市で生まれ育ちまして、ちょうどこの万博公園は、吹田市に取材をいたしますので、何度も、足を運んだ経験がございますけれども、ちょうど1970年、万国博が、開催をされた年、ちょうど高校生だったんですけれども、当時は大阪経済も本当に、活況を呈しておりまして、その象徴としてこの万博が、開催をされたというふうに思っております。今の大阪の経済というのは本当に厳しい状況で、先ほど大阪商人の話がありましたけれども、今大阪商人も大変弱っている状態でございまして、大阪経済を、活況、経済を回復したいなという思いは、大変強くございます。これは質問ではないんですけれども、麻生財務大臣、急なことで申し上げないんですけれども、当時、日本経済というのは、高度経済成長で、大変勢いのあった時代だと思います。そして、今回、長引くデフレ不況の中で、経済回復をアベノミクスとして、今対応されようとされておられます。当時の経済と、そしてまた今の状況と、踏まえて、何か考えがございます、経済的な面で、何か思いがございましたら教えていただきたいと思います。麻生財務大臣。どっかで調べられたらよろしいかと思いますが、1970年1月1日朝日新聞の朝刊一面トップです。黄金の70年代っていう議題だったんですが、どういうことが書いてあったかっていうと、これから学園紛争はますます激しくなる、交通地獄は大変なことになるって書いてあって、10いくつ書いてありましたが全部外れました。大体新聞の予想ってのはその新聞だと思って、あれから朝日新聞って読まない傾向になったんですけれども、それが私の万博に関する一番の思いです。その時に万博があるってんでえらい目に賑わったんですが、ご存知のように71年ニクソンショック、73年石油ショック、ご存知のような状態になりましたんで、賑わっていたと言われますけれども、現実問題はオイルショックだニクソンショックで、360円だった固定相場のドルがいきなり280円60円まで下がりましたんで、そういった意味ではすごく変わった時代であったと、変化した時代っていうのが70年代、黄金の70年代で書いた新聞社は恥ずかしくなかったかなと思ったぐらい、数年間で瞬く間に外れたのがあの時の時代だったと思っております。事実、学園紛争はあれを境になくなりましたし、交通戦争は激減しておりますので、そういった意味ではこの時代の世の中で煽られてた時代と今と比較してみますと、やっぱり一番の時代は確かに経済としてはまた省エネをやって、それ以後数年を経ずしてまた日本というのは活況景気を取り戻してくるのは省エネ技術を持って伸びてきたんだと記憶しますけれども、今回の場合もやっぱり我々として考えておかねばならぬのは、やっぱり15年にわたって変わってデフレーションというものになって、もう今日より明日は安い、明日より明後日は安いとなったらさ、もうしばらく買うのは控えるというデフレーションという心理ですから、それをやっぱり切り替えて 2% はアップするというのが定着して、気持ちがインフレマインドに変化していけるかどうかっていうのがかかって、これは大阪商人のあたりの最も期待されるところはここなんだと、私にはそういう具合に思います。村上文義君。ありがとうございました。突然のことで申し訳なかったなと思いますが、アベノミクスで、成長戦略、これから
立てるということで、ございますけれども、先週でしたか、安倍総理が、女性の、社会的な活動、活躍を、成長戦略に取り組んでいくんだと。その、女性が働きやすい状況を作るために、待機児童を、減らす対策を今後進めていきたいという、発言がございました。その中で、地方が必要とするならば、国有地の売却等も進めるという発言がございました。今回、日本庭園、万博の日本庭園については大阪府に貸すということでございますけれども、今後、この待機児童対策として、この国有地の、有効活用という面もやっぱり、きっちり、視野に入れるべきではないかなというふうに思いますけれども、その点について、ご見解をお伺いしたいと思います。小渕財務副大臣。お答えいたします。先生がご指摘いただきましたように、すでにこの待機児童の解消について、地方公共団体の要請を受ける中で、国有地の優先的売却、あるいは定期借地制度を利用した取り組みを行っているところであります。実際に私も神奈川県の藤沢市にあります、湘南ひばり保育園、こちらに行ってまいりました。こちらはですね、実際にこの定期借地制度を利用して、国有地を貸し付けているところであります。で地元の市長さんですとか社福の理事長さんと話をさせていただいたところ、やはり土地を取得するのに、初期投資が大変負担になって厳しくて、なかなか保育園を開くことができないので、このようなですね、定期借地制度を利用するということは大変ありがたいことだというお話もありました。で また全国に先駆けて、横浜市におきましては待機児童対策大変熱心にやっていただいていますけれども、この横浜市においてはやはり私有地はもう活用しきった状況でありまして、国有地に対する大変期待というものは大変大きかったわけである中で、この横浜市においてもこの定期借地制度を利用して、国から貸し付けた国有地を利用した保育園がですね、今2園、あるというような状況でありまして、また保育園だけでなくて、公務員の宿舎の一部屋をですね貸し出しまして、そういう中で保育ママ事業ということで、こう小さい家庭的な保育というものもやっていただいているわけであります。でこのような形で理財局におきまして、地方公共団体のニーズに合わせた形で、制度を柔軟に運用して、現場の財務局においても地方公共団体に、どのようなこれから土地が空きますよというような情報もですね、積極的に提供しながら今熱心に取り組んでいるところであります。ご指摘のようにこの待機児童対策解消に向けまして、財務省といたしましてもこの国有地の有効利用を積極的に進めてまいりたいと考えております。村上文雄君。ありがとうございました。貴重な国有財産でございますので、有効な活用を、待機児童も含めまして、対策も含めまして、この活用を積極的に、取り組んでいただきたいと思います。それでは最後の質問になりますけれども、今回先ほどの趣旨説明でも今回の廃止法案は、行革の一環だということをきっちりと明記をされておられます。前政権でも民主党政権でもですね、独法改革また特別会計の改革など積極的に取り組んでこられたと思います。しかし、その前政権で閣議決定されたものに対しては基本的には、現政権では引き継がないということのようでございますけれども、この行政改革というのは、普段の努力、普段の断行というものが必要になってきます。そういう面で、行革推進本部の、本部長代理でもいらっしゃいます、麻生大臣、これからの行政改革、政権として、どのように取り組んでいくのか、ご見解をお伺いをして終わりたいと思います。麻生財務大臣。村上先生おっしゃるように、この行政改革は行政の機能とか、また
政策の効果を最大限に向上させるために政府に対する信頼を得るためには極めて有効な取り組みなんだと基本的にそう思っております。したがいましてこの内閣として行政改革というものは政府と一体となって総合的にかつ積極的に推進することを目的として総理を、行政改革対策の本部長として全閣僚からなります行政改革推進本部というのを設置をいたしております。また本部やその下の行政改革推進会議での検討を通じて今後国地方民間との間で役割分担等々をするにあたって業務の見直しをやる、また幅広いテーマを取り組んでいくということとして当面として独立行政法人の改革、特別会計の改革、無駄な撲滅などなどを中心に一つ一つ丁寧に検証をして結果として国家国民国益のためにつながるように真の改革につなげていかねばならぬ、さように考えております。ありがとうございました。終わります。これにて本案に対する質疑は終局をいたしました。これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので直ちに採決に入ります。独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律案について採決をいたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって法案は原案のとおり可決すべきものと決しました。お分かりをいたします。ただいま議決をいたしました本法律案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長にご一任を願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際連合審査会開会申し入れに関する件についてお分かりをいたします。経済産業委員会において審査中の内閣提出消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法案につきまして、経済産業委員会に対し、連合審査会開会の申し入れを行いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。なお、連合審査会の開会日時等につきましては、経済産業委員長と協議の上、広報をもってお知らせをいたします。次回は広報をもってお知らせをすることといたしまして、本日はこれにて散会をいたします。